アイテム番号 SCP-1181-JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1181-JP は、サイト8122の定期券物品収容倉庫内に設置された冷凍庫に収容されています。家族、友人、恋人いずれかの関係にある職員一組以上が SCP-1181-JP に接近することは許可されません。説明 SCP-1181-JP は、異常な特性を有している瓶詰めのピクルスです。瓶の側面にはマーカーペンで、という名前が記されていますが、これが実在する人物のものであるか否かは判明していません。SCP-1181-JP は、周囲に家族、友人、恋人いずれかの関係にある人間が一組以上存在している際に異常性を発現して暴露させます。SCP-1181-JP に暴露した人物が2名、片方 A、もう片方 B と表記、の場合、A は B との記憶。B は A との記憶が、という名前の人物、SCP-1181-JP、A と表記、との記憶へと改変されます。暴露した関係者が3名以上である場合には、自分以外の全員との記憶が SCP-1181-JP、A とのものへ改変されますが、それによって生じた矛盾点を指摘したとしても、対象が異常を認識することはありません。また対象は SCP-1181-JP-A に対して強い信頼の情を示し、SCP-1181-JP-A が軽視されたと判断した際には非常に攻撃的になります。SCP-1181-JP による改変後、対象は本来上記の関係にあった相手を、SCP-1181-JP-A の知人であり、初対面の人物であると認識するようになります。この影響は半永久的に持続することが確認されており、対象は何度面識を持ったとしても相手を初対面の人物だと認識します。また第三者が暴露以前の関係を説明した場合、たとえどのような証拠を提示したとしても、対象はそれを SCP-1181-JP-A を引き離すための嘘であると判断します。適切な処置を施すことで影響の持続を解除することは可能ですが、改変された記憶を元の状態に戻す方法は現在も判明していません。2000年、月、日、神奈川県、市在住の男性、当時27歳、が同棲していた女性を殺害する事件が発生しました。逮捕時に男性が所持していた SCP-1181-JP に警官2名が暴露、それが財団の目に留まり、神奈川県警に潜入中のエージェントによって回収されました。関係者には記憶処理が施され、暴露した警官2名はその後の経過を観察中です。SCP-1181-JP は事件当日に女性が購入してきたものであることが判明しましたが、どこで入手したかについては一切記録が残っていませんでした。女性がいかなる経緯で SCP-1181-JP を入手したか、あるいはどこで荷物に混入したかについては調査が続けられています。インタビュー記録1181。対象男性、当時27歳。インタビュアー渋田研究員。渋田研究員それでは、あなたと被害者は本当に面識がないのですね。男性はい。間違いなく彼女と私は初対面でした。渋田研究員なぜあなたが初対面である彼女を殺害するに至ったのか、その経緯をお聞かせください。男性はい。彼女に対して、私は最初からあまり良い印象を持っていませんでした。彼女が、の知り合いじゃなかったら、さっさと部屋から追い出していたと思います。彼女も、こいつはいつまでここにいるんだろう、とでも言いたげな顔でしたが、しばらくして、彼女は、が買ってきた荷物を漁り始めました。渋田研究員それであなたは男性さすがに頭に来て、彼女に、今なら警察を呼ばないでやるから、とっとと私たちの部屋から出て行け、と、そうしたら彼女は、ここは私と、の部屋なんだから出て行く必要はない。頭がおかしいんじゃないか、と叫びました。そこからはもう売り言葉に買い言葉で。男性私が彼女を殴ると、いえ、普段は女性に暴力を振るうなんて絶対にしませんが、あの時はとにかく頭に血が昇っていて、彼女は私を突き飛ばして瓶を持って逃げようとしたんです。
よりにもよってピクルスを、が大好きなピクルスを、5秒沈黙、そこからは記憶が飛び飛びで、気がついたら彼女が血まみれで、私は瓶と包丁を握りしめていて、ああ、おえつ。渋田研究員そこまでで結構。ありがとうございました。追記男性は、SCP-1181-JP-A、つまり改変前の記憶であれば被害者女性はピクルスが好物であると供述していましたが、被害者である女性にそのような思考はなかったことが確認されています。その後の実験で、暴露した人間は一様に、ピクルスは SCP-1181-JP-A の好物であるという認識を持つようになることが判明しました。そのため SCP-1181-JP に接触する行為は、盗難であると判断され、暴露した人間の激しい抵抗を引き起こします。